ピーチクパチクのピーチクパチク。はい、どうもピーチクパチクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は企画があるんですよね。そうなんです。はい、ちょっと僕が強引に推し進めている加藤持ち込み企画ということで、はい、じゃあ紹介してください。はい、箱の中身は何だろうな。楽しそうな企画でしょ楽しそうな企画。まあおそらくなんですけれども、はい、あの皆さんがこの名前を聞いたらなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですけど、ね、箱の中に何が入っているのかをこう手を入れて当てるっていう、当てるっていうやつね、ゲームです。ということで、なんか加藤くんがですね、夜な夜な箱を作ってくださいまして。作りましたよ。はい、今日地下鉄運んでくれたんですよね。恥ずかしかった、むき出しだったからねあの箱をね早速準備していきましょう。はい、僕はそんなに乗り気じゃなかったですピチパチということではい、ということでね、準備ができました。できました。はい、皆さんお気づきかなとは思うんですけれどもいや、さすがに気づいてるべ。さすがに気づいてるこれも僕が夜な夜な作ったピチパチなりきりメガネですね。めちゃくちゃキモいんだよなこれなちょっと目が上にいってるんだよねということで、じゃあいい、もう外していい。いいよ、外して。はい、ということで、相手が準備してるときはそうね、これをメガネをかけて、はい、待つということで、片方は準備するっていうね。はい、軽くね、じゃあルール説明なんかをね、ちらっと話していきますか。はい、言いかせていただきましょう。3回ずつ隠して当てるゲームなんですけれども、うん、はい、当てるまでにかかった秒数を足して低かった方が勝ちということで。そういうことですね。それでいきましょう。はい、時間制限はあるんですか？あります。はい、何秒で？1回30秒にしましょうか。30秒ね。はい、じゃあなるべく早く入れたらもうガサガサやって、じゃあ視聴者の方はもう知ってる上で、そうね、僕たちがやってる姿を見てもらうということで、うんうん、僕的にはですね、これをちょっとね、うーん、できるかなと思ってた理由はですね、意外とこのセンス問われるじゃないですか。あとレベルを一定にできるかどうかっていうそれはあるね。じゃあ早速やっていきましょうか、はい、僕がまずこれをかければいいんで僕準備するんで。はい、お願いします。はい、はい、準備の方が整いました。じゃあ戻します。じゃあ測ってくれるのね。そうです、測るんで。じゃあ30秒測りますよ。はい、よーい、スタート。叫ぶチキンこれはわかるわ。いや、簡単すぎたかあ、いい、出して。あ、こいつね。いや、音でびっくりするかなと思ったのにね。いや、なんか触り心地がいや、もうわかったわ、それで。いや、なんとなく音鳴った瞬間あれかなって。あー、ちょっと音あるのあれだったかもしれないな。じゃあ坂本くんの記録は7秒ということで。7秒。はい、早っこれジノくんセンスどうですか？まあ一発目にしたいんで。あ、いい、おお褒めいただきましたね。やる基準か分かんない。ありがとうございます。了解しました。じゃあ1個目これで。はい、僕7秒ね。7秒。はい、分かりました。じゃあ次僕そしたらつけますね。はい、そしたらお願いします。いや、なんかそわそわすんだよだからね、そわそわする、かなりそわそわする、うん、なんかこれ選んだのみたいなの言われたくないの。緊張するよね、ちょっとね。これめっちゃシュールじゃない？え、坂本さんこれで待ってたっけ、さっき。あすごい遠いね。はい、準備ができました。はい、怖いね。どんな気持ち、心境ですか？いや、初めてこれやってやるけどさ、結構手つく音って怖くない？じゃあ当てますよ。はい、じゃあいいですか？はい、よーい、スタート。あ、フライパン。正解ですちなみに、え、これ新品じゃない？はい
ね、このためにわざわざ買ってきたの？あのですね、あの僕ん家のフライパンが壊れまして、ちょうど昨日買ったんですよ、それ。なるほどね。そのままリュックに入ってたんで、それ出しちゃいました。さすがにいけたか。ということでね、あの時間はです、ね、3秒です。あ、早い。これいいんじゃないですか。これ大丈夫かって感じです。やばい、すぐ終わっちゃうかもしれない。すぐ終わっちゃうかもしれないけど。はい、ということでフライパンでした。はい。返して。じゃあ坂本ちゃんが7秒で加藤が3秒ね。じゃあまた僕セッティングするんでサングラスかけてください。これ大丈夫？じゃあ準備していきますね。はい。どう？ジンの子難しい？手荒な真似ができない感じかもしれない、うん、じゃあいきますよ、はい、よーいスタート。あ、アヒルの小物？正解です。いや、これもストーリーを持ち込んできたんだよね。鶏の子供ってことでね、こんなに可愛いアヒルがいると。何秒ですか？ああ、そうだった。結果はですね、8秒です。8秒。なるほど。ありがとうございます。アヒルね。そう、親子セットね。どうだった？簡単だった？いや、これはね、簡単だわ。簡単？うん、さすがに。すぐ分かっちゃった。なるほどね。うん。まあ、すっげえ、冷静に突っ込むと、アヒルの子供、ニワトリの子供じゃないよ。親違いでした。親違い。じゃあ、ちょっとメガネしてもらっていいですか？養子5匹でしたね、これはね。間違っちゃったよ。ちなみに難易度はどんな感じですか？いや、難しくはないと思うな。よし、よーい、スタート。アヒルだ、アヒル。正解です。え、これ本当に？ちょっと待って、嘘でしょ？マジで？やばいよ。ビッグダディになっちゃったよ、これ。え、よ、言い過ぎじゃない？お前さっきのスーパー、え、ダイソーでみたいなところで買った？いや、さっきのじゃない。俺、昨日買ってきたやつだ、これ。昨日買ってきた。しかも同じやつだ。これ、やばくない？びっくりしたわ、これ。やば。ジンノくんちに寄贈しますんで、はい、玄関に一緒に入ってあげてください。お風呂とか入ったり、親もいるんで。こんなかぶりある？いや、ビリビリを彷彿させてやろうかなって思って。待って、同じこと思ってるわ。一回ね、俺らね、まだショート出してないけどね、まあ、出ます、ね、そろそろ出るんで。 この形のビリビリがあるんだよね。そうなんだ。いや、そう、自分もそれ目的でこれ買ったんですよ。いや、俺もそう思って買いました。次俺か。そうだもん。これやばいね。ちなみに何秒ですか、これは？ちなみに今のタイムは、はい、8秒。はい、じゃあ僕今度準備するんでまたメガネしてください。3つ目ね。どうする？本当に被ったら？いや、被んないと思う。大丈夫、これは。本当に？うん、自信ある。今のところ俺何秒負けてんの？え、今何秒何秒だったんだっけ？7秒8秒で15秒、うん、で僕が3秒8秒なんで11秒。ああ、じゃあ難しいのを渡さないといけないんだ。4秒差ですね。4秒差ね。ではいきますよ、よーい、スタート。あ、アボカド。え、早っ。当たりです。いや、意外と分かるもんかも。え、分かる？え、そんな分かる？アボカド、なんか普
最初触った時分からなかったんだけど、うん、なんかこうすぼまってく感じが、あーなるほどね、ここそうすごいね、そこがアボカドだった。え、これ俺20秒ぐらいかかるかと思ったわ。いや俺アボカド好きだからさやばい、よし今の結果は3秒になります。はい、ありがとうございます。早いんじゃないこれ、ちょっと。じゃあ僕の最後のやついっちゃっていいんですか。はい、お願いします。加藤ちゃんのやつゴツゴツ系が多い感じだね。確かにね、同じ手触り、質感は似てるよね、同じ手触りな感じ。これもね、一応コンセプトがあったんですよ。それは何ですか。ここの鶏の卵としてアボカドがあるみたいなね。よし、続けてくださいいやこれねこれ分かったわ妨害ありですか。妨害とはとりあえずやってみましょうか。いい、よし、やもう多分もう分かっちゃった。いいよ。用意スタート。え、あ、これゲームキューブのコントローラー。正解です。え、合ってた。合ってた合ってた。この音この音。あ、やっぱ特徴的か。これね、僕ら世代だったらね、わかりますよこれは。やっぱゲームキューブのコントローラー。いや、一番馴染みがあるそれは。ちなみにどういう持ち方だった？いや、普通にこう。あ、そうだよね。こう。どういう持ち方？佐藤くんのタイム、はい、5秒45です。おということで今回は2秒差で僕の負けですか。はい、一つ言わせてもらってもいいですか。いいですよ。あのアヒル触った瞬間にアヒルだって分かったんだけどその中で、あ、こいつもアヒルかって思ったのが多分範囲。なるほどね、うん、それで3秒ぐらい、あ、確かに次どうしようをその中で考えちゃったのが範囲です。確かに全く同じだなって思ってて、思考がねちょっとごちゃごちゃになるよね。うん、それ言うのに時間がかかったっていうだけなんで。これ被るのはなかなかないよ。いや俺たちやっぱ考え方一緒なんだ。確かに。はい、ということでね、今日は、はい、箱の中身は何だろうなでした。はい、はい、加藤くんどうですか感想は。楽しかったです視聴者の方たちが楽しかったかどうかはさておき、さておき、まあ、こういうことがあってもいいよね。いやいやいや、うん、まあ、これがピチクパチクだということで、また続くかもしれないから。そうだね、覚悟しててください。 もったいないしね。もったいないから箱ね、夜な夜な作ってるからはい、はいはい、ということで以上箱の中身は何だろうでした。それではまた次の動画でバイバイ。バイバイ。動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ピチクパチクにやってほしいことなどあればコメントなどもお願いいたします。それではまた次の動画で。じゃあメガネ外してください。よーいスタート。あれ、鏡餅。ああ一瞬手届かなかったし。そうだよね。そこが何秒。あ、おい。おい。おい。計算しません。2秒ぐらいだ。2秒ぐらいだな。2秒ぐらいでした。ありがとう。